やっとるんやからチャンネル始まるよ。はい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 、知っとる見とるん聞いとるん言っとる来とるんなしとるん愛して見たってもうやっとるんやから、怒っとる泣いとるん笑っとるん焦っとる暇しとるんなしとるん、それなら見たってもうやっとるんやから、はい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 、やっとるんやから始まるよ。ヘイ、どうも D です。今日の話は何でしょうね。どうぞ。いいですか。はい、どうぞ。はい、どうも。あ、どうも。いやー、兄、今日もまたなんか面白いネタは思い出した。とりあえず最初はね、はい、今日の話じゃないけど、今日この格好で来たのは、はい、まあ、仕事着のお前、俺、うん、キムチ屋の、うん、今日の話、はい、うん、いや、今日、素顔、はい、素顔の滝の素顔、あそこから子供連れが来たわけよ、うん、で自分も話してくれるんですかって言って、うん、話題が欲しいやん俺、うん、どういう話題がないとね、話しようがないけ、うんうん、ネタがないとですね、ネタがないやっぱ、うん、だからね、うん、俺奥に座っとんやん、はいはい、奥の奥にですね、はい、で座ったらね、こんにちは、足くるんよ、うん、で俺がこの格好でポッと出たら、うん、俺を見てよ、はい、すいません、兄さんいますかって言うのはい、しょっぱながもうそれよ、はい、いいネタぶち込んできて、ぶち込んできていや俺はそれ普段からこうサングラスかけてないけね、はい、そんな無理やけね、はい、ほんならでよーっとこうやって見るもんね、はい、で子供もこう気をつけしようんか、はい、男の子は、はい、可愛らしい子やったけどね、そしたらよーっと見てこうやって見てるから、はい、本物ですかっちゅうんよ本物ですかって、はいはい、でもしょうがないけど俺メガネ取り行ったよもう、はい、だけど本物やーっていうふうにそんな感じよ、もううわーってから握手してくださいとかなって、はい、俺気持ちはでもね、あれだけ今日話それがあるからちょっと話しようと思ってね、はい、たこ焼きはものすごく面白かったって子供も行きよったらしいんよ、はいはいはい、バーバスの、はい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 、うん、バーバス編の時ですね、そうそうそう、はい、まあ大好話の時で、はい、写真書撮影して、はい、子供全然喋らんのよ、やっぱ。かわいそうに。まあ、子供からしたら見知らぬおっさんやけど、ね。そうなんよ。で、無理やりもうお父さん言わせようとするの。お前も見よるやろ、見てないかろとか言って。見よるやろ、見てないやろとか言って。で、もう子供ずーっと直立不動よ、もう。ね。ほんで、一緒に処理取れとか言って。子供に撮らして、今度はお父さんが写真撮って。ちょっとなんか。想像できるわざと俺が今日この格好で言ったら分かりやすいやん、うん、まあ、この人有名な人なんで息子にしとけ、息子はじーっとこうするだけないよもう喋りきらんのよ、うん、怖いわね、喋る話題もないでしょ、そうやろ俺ね、もう本当なんかヒーローでもないしなって、そうヒーローでもなんでもないのにテレビでも見てないじゃんお前家でも見るわ俺がずっと見ようかろとか言うからもう面白い人だったね。なかなか面白い。ああ、そんなちょっと、まずそんなね、味の濃いめなお客さんが来られたわけですね。それでね、はい、あの店のおじさん来ますかって言うんよ。はいはい、いや、それ、まあ、今ちょいちょい来てくれるんよ。いや、だね、今日俺言うとこで3年やったね。あと30分おったら来たのよ。あ、そう。帰った30分後帰ってきたんじゃ。ああ、あの大からの方の方ですよね。うん。二人で奥さんと二人仲良く来られたんですね、うん、最近奥さんが先に入ってくるじゃん、あもうな先に開けて入待っとけってことでしょそれはその最近ね一度聞いた話じゃ全然亭主関白さんがなくなってきよんじゃん、あそうなんだあれ本当初見と変わってきようやだんだん変わってきたんじゃんあれどういうあれだったのかなじゃ、最近3日に1回ぐらい来ようもんね、もうじゃあもう頻繁に結構頻繁に来よう試食で食べていただいてるんですね、うん、そう、あもうこれ飽きないようにしてもらわなきゃいけないですね、うん、飽きないようにしてもらわなきゃいけない、まあそういう流れで、はい、はい、とりあえず話しましたから、はい、その今日来られた素顔のリスナーさんですね、はい、またぜひこれを見たら見ましたと、うん、子供ちょっと喜んでくれたらいいけどねもう子供あと3回ぐらい来たらちょっと
分かってくるこんなおじゃになれとか言われるもんね。もりもりしたったら頼むせから俺みたいな意味でもねえそのどういう意味かが分からないもんね。そう本当、それでそんなまあまあ今から続々増えるでしょうからですね。そのうち近所からクレームが来るんじゃないですか。ほんとね、うん、あそれ誰言わんでいい登録者数のことやっぱ結構聞いたよ。なんか下がったですね。いや下がったのもね、あのしょっちゅう見ようのにいきなり消えとったとか。あチャンネル登録してるのがでしょ、うん、ありま解除になってたって、うん、なんそこら辺はちょっと分かんないですけどね。この YouTube のなんかシステムが変更したりなのかなのかよく分かんないんで。俺あの入ってたやろコメント。はいそうですね。うん、だけ、うん、それの対処の仕方も分からんすもんね。だけ皆さんがですねちょっとこまめにチェックしてもらって。今チャンスなんよ。何のチャンス。江頭 2時50分50分が今休場したっけ。あ、そうなんですか。休場したんですか。休場。休場ってどういうこと。あのなんか入院って。ああ理由は言われた。今日のニュースであるって言った。へえそうなんよ。もうそれ江頭一人おらんくなってあのチャンスよって言われてもそんなアタックチャンスもらってないですよ。あいつすごいやろ YouTube。 いやすごいすごいね。すごいです。もうでも今もうジャニーズだなんだみんなやってるからですね、うん、もうそれはもう僕たちは小倉で頑張って江頭なんでこう後ろがこっちに行こうかね。江頭ちゃんとすか。江頭ちゃん。いや意外といい人でしょうからですね、うんまあ、それを言うとまた怒るんかもしれないですけど。誰が？エガちゃんが。あ、そうあんまりいい人アピールはしないでくれっていう。なんか。あ、そうね。はい。いや、面白いですけどね、あの人のチャンネルも。そうなの？見たことない俺。うん、初めの頃から、初めの頃ちょっと見てましたけど。体張ってますもん。あ、折り合いはそんな。いやいや、兄もそのうち。誰も、しかし誰も来んね、あのマッサージ。マッサージ。ほんで行こうや。お願いします。俺一回、ちょ、もう一回。ちょっとこうここ、こっちが仕上がったら、はい、行くよ俺、うん、ちょっともうじゃあその時は撮影しにお前のって言うよ俺言うけ。あ言ってなごろってからお前のがいてえぞってからお前のマッサージのがじゃあもう相手もその自信持ってるでしょうからそう負けたくはないでしょうからそれその先生を。いやいやいやそんなんやないけどねえ行くねマッサージ。いいですねマッサージ変なマッサージじゃないんで変なマッサージじゃいやもうあれもだいぶ変と思いますけどね5回ワンセットとか言う。まあ本当だね。いやあ、ね、はい、
座ったらね、こんにちはって来るんよ、うん、で俺がこの格好でポッと出たら、うん、俺を見てよ、うん、すいません兄さんいますかって言うの、しょっぱながもうそれよ、はいはい、いいネタぶち込んできて、ぶち込んできて、いや俺はそれ普段からこうサングラスかけてないけね、やっとるやからチャンネル、ご意見ご要望はコメント欄までよろしくお願いします。チャンネル登録、いいねの、高評価よろしく。